ますこういった文化もチームワークでメンテナンスチームワークで電車を動かしていくといったところでは日本では最低条件の安全ルールですのでこういったことを第一に一番最初からこういったことを最初に教育したといったことがございます。